隣に西武線です。西武線は北口ですね。北口です。よし、ここに飲み屋さんがありますね。日光橋ですね。福生市の登録有形文化財、多摩川に沿ってアーチをくぐると、あ、ここは日光橋公園ですね。日光橋公園、目を落とすとカルガモですかね、見えますね。カルガモ、多摩川上水、水はあんまり多くありませんね。にはいます。カルガモが、あ、ここにもいた、はい、16号の下を今工事やってますね。工事中です。日光橋公園っていうのをここを指すんですかね。こっちの内側になる。その後16号の下をくぐります。ここは暗いですね。しかったんですが、閉鎖してますね。登っていきます。あ、改修工事をやってましたね。そっか、来年の4月まで工事はやってます。さあ、多摩川に沿ってのんびり、あ、ここも昔は入れたんだけど、もう今は工事をしてるから入れないのかね。来年の春になったらどうなるんでしょうか。ここにもカルガモがいます。これを見ながら、随分多いですね、カルガモが。ここにも2、4、6、8、8はいますね。あ、子供もいるのかな。おー、たくさんいますよ。ここが八高線の線路ですね。多摩川上水の上を通ってますね。八高線です。
階段があります。ここが東屋、拝島方面、五丁橋っていうのがこっちにあって、まずは福生川の正門までちょっと歩いてみましょうか。正門というか入り口ですね、公園の正式な。こちらが青梅線、ここが水クライド公園ですね。正式にはこちらが福生川の入り口ということですよね。日光橋方面散歩道というふうに書いてありますから、本来はこちらから行くんでしょうね。まあ、正面福生なんで散歩コースが書いてあります。水クライド公園って書いてありますね。水クライド公園ですね。トイレがあって、拝島方面。静かな公園ですね。ブランコがありまして、こちらにもまっすぐ行けますね。これは青梅線に沿って。中をちょっと見た後ですね。これを登るとさっき東屋があったところですね。福生川から回ってます。緑が多いですね。小賀東屋で、先ほど登ってきたところはここですね。水クライド堀跡って書いてありますね。水クライド公園の頂上のこう広場みたいになるのかな。下に掘削したこう水路の跡みたいなのがありますね。ここで雪止まりですか。はい。ここが八甲線で、玉川上水は
玉川上水この向こうですから、そうですね、水クライドの水路とはそんなに離れてないです。では水クライドの堀跡へ行ってみましょう。降りていきます。この下がずっと続いてるわけですね。しかし、はい、ここがそうです。この一番下が掘削跡ということでしょうね。だから相当長い距離ですよね。コア掘削跡、ここが掘削中断箇所ということになりますね。この先がここで行き止まりですから、ここまで、掘ってきたけれども水が出て、水が吸い込まれてしまって断念したということなんですよね。欄があるんですね。はい、逆側に登ってきました。こちらへも行けるし、こちらへも行ける。こちらへ一回りし回ってみましょうか。ここが青梅線ですね。青梅線に沿って公園に向かう道があるということですね。これで、前方に見えるのが入り口ですから、ふっさ側の。1653年、これくらいのレッドパート、こういうふうに確か回ってますね。だからまっすぐ行ってたのね。